日産のお兄さん3日産のお姉さん3私たち日産笑顔さんさんでお待ちしてます。日産プリンス山梨。全体の 9% しかないそうです。ただその 9% のうちプラグを交換、勧められて交換したパターンは 76%、 約8割方でございます。言えば交換するわけですよ。やっぱ言わないとダメだし、言って交換してもらえるんだったら、弊社の車検単価なんかも上がってくるわけですから、やっぱり TSTA 側に関してはもちろん距離を見てちゃんと提案しなきゃいけないところですし、CA 側に関してもお客様の車の距離を把握してやっぱりね、交換をお勧めするっていうのは絶対かなと思います。そうですよ。まだ就活生に、はい、シャトレーゼ食べれるから頑張ってください。だそうです。何もなかったですか？何もなかったです。大丈夫です。大丈夫でしょう。よかった。ご指摘ないですから。研修はどうですか？全体終わっちゃいましたけど。寂しいですね。寂しいですか？じゃあ来週からまた営業の方の研修頑張りましょう。頑張ります。はい、はい、じゃあ今コロナで悩んでる就職活動する中の皆さんに一言。日産プリンス山梨はまだまだ募集中なので、コロナに負けずにご応募待ってます。まだ募集中ですね。はい、募集してます。お待ちしてます。ちゃんとマッチョでした。だいぶ警戒して食べてましたが、今回は何も仕込んでません。はい、よかったです。よかったです。合同の研修はどうでしたか？すごいなんかちゃんとメリハリがあって、もういろいろこれから仕事するのがちょっと楽しみです。よかったです。いや、まあ、就職活動中の人に一言。はい、まあ、日産プリンス山梨は雰囲気がいいと思うので、ぜひ来てください。はい、ありがとうございます。乗りました。乗りました。なんか入ってました？何も入ってなかったです。逆に良かったのかな。入った方が美味しかったかな。美味しかった。期待しましたね。合同研修終わりますが大丈夫ですか？楽しかったです。楽しかった。良かったです。すごい、楽しんでくる。合同研修いかがでした？楽しかったです。はい、ありがとうございます。日産プリンス、とりあえず今のところですけども来て良かったですか？はい。利用されてないですね。利用されてない。利用されてないですよね。利用されてないです。はい、じゃあ今頑張ってる就職活動中の皆さんに何か一言あればお願いします。頑張ってください。はい、了解です。ありがとうございました。ありがとうございました。研修どうでしたか？研修ですか？いきなり。いきなりですよ。いや、楽しかったですよ。ああ、よかった。はい、まあ、まだね、整備士の研修がこれから続きますので。そうですね、これからが本番なんで。今のところでいいですけど、日産プリンス来てよかったですか？はい、もちろんよかったです。言わされてないですね。はい、言わされてないです。よかったです。バッチリです。
まあ今ちょっとコロナウイルスで就活生も今ねガイダンスとかなくて困ってますが、まあ、ちょっと境遇は違いますけども、ね、今就活してる方々にもしよろしければ一言あればまあまたちょっとね今いろいろ騒ぎがあって大変ですけど、まあ、僕らはそれも気にせず、まあ、できることをちゃんと頑張っていこうと思います。なんで、はい、皆さんも引き続き頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です。研修いかがでしたか？研修ですか、まあ、同期の皆さんとも仲良くなって良かったです、はい、まあ、ちょっと合同はもうこれで終わっちゃいますけども、ここから整備士に分かれてやりますので頑張ってください。はい、頑張ります。とりあえず今のところでいいですけども、うん、日産プリンス来て良かったですか？はい、もう今のところすごい楽しくやってます。良かったです。じゃあちょっと今就活中の人にもしよろしければ一言エールを送ってやっていただければ。一言、はい、そうですね、まあ日産プリンス山梨、まあ、すごく楽しくやっていけてますので、ぜひ皆さんも来てください。一緒に働きましょう。一緒に働きましょう。はい、ありがとうございます。はい、日産プリンス山梨採用教育課では今後も会社の雰囲気がよくわかるような動画、また就職活動に役立つような動画が載せれるように頑張っていきたいと思います。チャンネルが面白いなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄に LINE 公式アカウント載せてあります。そちらの方から採用担当者に気軽に質問ができるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。